タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回は、白獅子仮面のブルーレイを紹介したいと思います。はい、こちらの作品なんですけども、1973年4月4日から6月27日まで放送されてました。日本テレビ系で全13話放送されてました。こちらはね、この通りね、はい、よみがえるヒーローライブラリー第23集と書かれてますね。こちらよみがえるヒーローライブラリーっていうねシリーズはですね、特撮作品やその他、大人向けなヒーロー作品なんかもブルーレイや DVD としてリリースされてるシリーズでして、その中の一つとしてこちらが白獅子仮面が、リリースされました。2017年の2月24日にリリースされてます。定価まず発表しますと2万円ですね、税抜き。 Amazon ではね11,727円ぐらいで、まあ、変動ありますけど、まあ、それぐらいで売られてたんですけど、僕はですね、なんとヤフオクで9240円で送料込みで買いました。こちらは安いですよ。というわけでね、紹介していきたいと思います。見ての通り、この顔が怖いですよね。で、僕ね、幼稚園ぐらいの時かな、テレビマガジンかなんかの雑誌で、付録についてたカードの中に白獅子仮面がいたんですよ。びっくりしましたね。この見た目は何だろうと思って。渋い見た目だ。渋いし、なんか怖いなと思って、気になってたんですよね。こちらがパッケージになっております。はい。こんな感じですね。いいですよね。はい。ブルーレイっていうだけあって、ブルーのパッケージなんですね。はい。面白いですよね。こちらはですね、時代劇作品ですね。特撮時代劇。もう今ではね、特撮の時代劇ってなかなかないですよね。テレビ作品で特撮の時代劇っていうのはないですよね、ほとんどね。1970年代の特撮時代劇作品の中で唯一京都で撮影されてたんですよね。だから本格的な時代劇っていう感じですね、本当に。もう京都の中で撮影されたってことなんで、すごく貴重な作品だと思いますね。というわけで解説書をね、ちょっとペラッと開けてみましょうか。はい、まずこんな感じですね。はい。はい。1ページ目ですね。2ページ目がこんな感じです。はい。はい。あとはね、主な登場人物とか、エピソードガイドが載ってます。時代劇特有の言い回しとかね、すごくあるんで、時代劇らしいなって感じしますね。こちらもエピソードガイドですね。1種類の怪人が何体も出てくるんですよね。はい。そういう特徴がありますね。主題歌を歌っているのは水木一郎さんです。マジンガー Z で有名な仮面ライダー X でもね、おなじみの。最近だとウルトラマンオーブの歌歌ってましたよね。はい。コラムが載ってます。はい。主人公はね、三月清隆さんですね。こちらの方はですね、子役時代に高速エスパーという作品で主演をやってました。同時期に放送されてたんですけども、ウルトラマン太郎でですね、ザットの隊員やってたんですけど、この作品のオファーを受けて途中で降板しております。戦い方がねシュールでね面白いです。はい。必殺技とか特にないんですけど、でも戦いが結構スピーディーで爽快感がありますね。この変身するときに十手というね、警察官が使う警棒みたいなもんですよね、今でいう。2本持ってクロスさせてシクーって言うと、白獅子仮面に変身するんです。そこがね、変身のね、ポイントです。はい。で、変身した後なんですけど、たてがみのね、もみあげみたいなところがあるんですよ。もみあげみたいなところを整えるんですよ、なんか。持つんですよ、なんか。一回持って、整えるみたいな感じするんですよね。はい。そこがまた面白いですよね。白獅子仮面に似ている作品としては、怪傑ライオン丸っていうのがあるんですけど、こちらはね、怪傑ライオン丸とは、似てるんですけど、たてがみがあるっていう共通点だけなんですけど、歌舞伎のね、歌舞伎の獅子なのかなって感じですね。はい。歌舞伎の獅子、獅子舞の獅子。なんだろうね。これのモチーフは一体何なんでしょうかね。よくわかんないですよね。はい。謎ですね。これ、謎作品ですね。本当に。マニアックすぎるんですけど、この作品。
全13話ですし、すごくマニアックなんですけど、だからこそ僕見たかったんですよね、本当にこの作品がね。はい、本当最後まで見るの楽しみなんで、はい、シール写真も載ってますし、はい、ぜひ気になった方はね、買ってみてください。はい、中古だとね5640円ぐらいで、ヤフオクでね、ヤフオクだとね中古で5640円とかね6000円ぐらいで買えるんでね、はい、ぜひぜひ見てみてください。こちらおすすめです。はい、そんな感じで、というわけでね、はい、最後までご覧いただきありがとうございました。はい、こちらのチャンネルが良かったよと思った人はね、チャンネル登録、そして評価、コメントお待ちしておりますんでね、ぜひぜひ、お待ちしておりますんでよろしくお願いします。というわけで、ね、またお会いしましょう。グッバイ。こんにちは、たけチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、たけチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。